では始め。
分かってるな。ひどいじゃないですか。これまるで犯罪者扱いじゃないですか。そうだ、カンニングは犯罪だ。すいません三田教授、一瞬の隙を突かれまして。隙だらけだよ。はい。もし私が見つけなければカンニングという重大な犯罪行為がまんまと成立していたんだ。これは恐ろしいことだぞ。はい。神聖なる試験は汚され、学問そのものが汚されるんだ。最高学府は無法地帯と化し、空は濁り、大地は腐り果てる。世界に秩序はなくなり、人類は破滅だ。申し訳ありません。謝って済むと思うな。はい。反省の色が全くない。すいません。君じゃない亀井だ。泣いて謝ってましたけど。教授会に諮ってできる限り重い刑罰を下してやる。はい。向き定額、どうしたらいいだろう。俺これで何度目なんだよ。ごめん森下。木村くん、どうしたの。分かんない、金属ナトリウムを水に落としちゃったみたい。それすごい危ないよ。私って実験向いてないんだ。絶対天井焦がしちゃうんだもん。バーン。木村くん、進路は決まってるの。うん、大学院に進んでナマズダ研究室入ろうと思ってる。ナマズダ先生、いい味出してるもんね。すごい人だよ。今に宇宙の全てを解き明かす大統一理論を完成させるよ。でも宇宙論って専攻厳しいんでしょ。全然、守備範囲が広いから化学の学生でも OK なんだ。私は卒業できるかどうかが問題だけど、ありがとう。よっぽどでない限り平気だよ。カンニングして捕まるとかさ。それって私に忠告してくれてるわけ。亀井のことだよ。なんだ。亀井くん、どうしてる。暗いよ。寮の部屋にこもってる。木村くんってなんで今時寮になんかに住んでるの。合理的だからね。近いし安いし食事付きだし。お風呂は部屋にある。共同けど広いから気持ちいいよ。なんで。単なる好奇心。宅配便です。サインお願いします。ご苦労様。どうも。学生の分際で誰に口を聞いてるんだ。すいません、でもカンニングで無期定額は重すぎるんじゃないかと思うんですけど。君たちはカンニングという犯罪の重大性が分かっていないようだな。人間の価値や優劣を客観的に測れるもの、それは試験しかない。
その試験でインチキがあれば人間のランク付けは無意味になり、社会の中枢に低レベルのバカが紛れ込んでしまうんだ。そうなればこの世はおしまいだ。だろう。はい、確かに自業自得というか身から出たサビというか。分かっているなら帰りたまえ。いえ。君たちはシグマハウスの寮生だね。はい。あの学生寮にはやたらと問題児が多いな。え、そんなことはないと思う。ある。失礼します。お届け物です。おお、来たや。ゲットアウト。サンキュー。今さらよその大学なんか入れへんし、もうあかんわ。ごめん、力になれなくて。学長派の動きは最近どう？これといった情報はありません。そろそろ次の講義の時間じゃありません？まだ20分もある。右田教授がいらっしゃいました。世界最高の設備と機能を備えた理想郷ホテルアカデミー。これさえできれば大学運営のすべては理事長の思うがままです。建てるとすればあそこしかありません。邪魔者は去れか。君たち、宇宙を感じるかね？僕は今宇宙創造の時間に立ち会ってるような気分です。それはどんな気分だね？自分がヘリウムになったような気分です。生田先生、仮面はどうなるんですかね？見たまえこの式を。美しい美しい芸術です。宇宙は多分こんな形をして、宇宙は絶対的不動点から伸びるベクトルに従って成長し、ついには無限大宇宙を内蔵する永久機関としてこの形になったのだ。
ブーシュか。私はこの先どうなるのでしょう。どうか良いおつけを。あら、お嬢ちゃんたちいらっしゃい。あ、こんにちは、こんにちは。あ、こんにちは。ボモマン、どうぞ。ありがとう。はい、ありがとう。あ、今日のマダムね、まだ調子が出ないみたい。もうちょっと待っててね。ね。はーい。亀、少しは商売に精出せ。陳さん。うん。俺。死ぬかもしれんわ。あ、そりゃ心配ない。お前の占い当たった試しやねんだから。お前は私の論文にケチをつける気か。どういうことだ一体。あんな頭のおかしい宇宙バカと私を一緒にするつもりか。いえ、しかし偶然にも先生の論文には生座教授の分子形成論に類似した点が多いことは確かですし。はい、きっと生座がこっちのアイデアを盗んだんだ。そういうことだったんだ、あの盗人めが。それはどうだか分かりませんが。行ってよし。失礼します。先生の論文打ち終わりました。原本も一緒です。ご苦労様。こんな最低限の常識も知らないのかね。もう一度聞こう。アミノ酸の代表的な合成法を答えよ。君に聞いてるんだ江崎。なぜ君みたいなバカがこの大学にいるんだ。なぜ理学部の学生なんだ。歯を治す前に頭を矯正した方がいいんじゃないのかね。君答えたまえ。アミノ酸の合成法。卵と牛乳です。卵と牛乳。食べると体の中で合成されます。それはタンパク質だ。君の脳には栄養素が届いてないんじゃないのか。君何をしてるんだ。検索中です。私を侮辱するのか。いえ、そんな。違う。アルコールとベンジンを。君は授業の前にアルコールとベンジンを飲んできたんじゃないのか。まったく、これじゃまるでクズとカスの見本市だな。君、
アミノ酸の一般的な合成法はストレッカー法です。反応はアルデヒドにアンモニアとシアン化水素を作用させてアミノニトリルとして、これを加水分解してアミノ酸を得るものです。木村健二、カスよりはマシか。みんな落ち着いて聞いてくれ。真夜中にマダムバブーシカのお付けがあった。この寮が存亡の危機に見舞われる。寮費も払えないお前を誰がここへ置いてやってんだ。ここがなくなるよな、俺も失業なんだよ。ふざけたこと言うと飯食わさねえぞ。本当なんや、信じてくれやな。大きな声を出すなよ。少しはな、居候の身分ってのを考えろ。信じてくれよ。分かった亀、少し落ち着けよ。いい加減にしろよ、見てるこっちが辛いよ。定額のショックで脳みそが弱くなったんじゃないか。 DHA 飲む？バカにしやがって。知らないからな。廃止と言いましたか。はい。あれは大学創設者加賀光先生が建てられた80年の伝統を持つ学生寮です。天津田先生もあの寮の OB でいらっしゃいますよね。はい、あの寮は私たちの青春です。今や利用者も少なく建物も老朽化しています。しかも寮生のほとんどは最低の成績です。そうですか、そういう状況ですか。しかし学生たちの生活を守るのも大学の義務でしょう。そうです、それも大学の義務です。全ての私立大学が生き残りをかけて必死になっているこの時代に、効率の良い土地利用を考えるのは当然のことです。うん、それも一理ある。寮生の前期試験の成績を見て判断を下すというのはどうでしょう。成績が良ければ存続、ダメなら廃止を前向きに検討していく。いかがですか学長。うん、まそういうことですか。追い出されちゃったの。猫はダメだって。今夜だけ止めてくれない？悪いけどここは。いいよ、俺が許可する。ちんさん、ギャルの匂いがするから来てみたら、やっぱり可愛い子ちゃんがいる。君、お腹空いてる？おいしい。ちんさんすごい。そりゃね、僕のハートがこもっているからよ。住むところのあてはあるの？部屋はいくつでも余ってるんだから、いつまでいてくれてもいいのよ。嬉しい。あのね、マンションの管理人が薄気味悪い親父で、私のこといつもやらしい目で見るの怖くて。組織魔だよ、管理人の風上にも置けない
変態野郎だよ。そうなの。さっきは猫が原因だって言ってなかった？それもあるけど。お前な、そういう細かい性格直した方がいいよ。あ？最高に美味しいからね。食べて。でも、陳さんに迷惑がかからないといいけど。何言ってんのよ。カニの僕が許可してるんだよ。全然問題ないの。はい。鍵はちゃんと閉めておいてよ。はい。陳さんが隣の部屋なら安心だわ。おやすみなさい。おやすみ。おい、さっきな。飯の中に美薬入れた。あの子今夜俺んとこ来るぞ。寝るか。おはよう。おはよう。ゆうべはよく寝れたか。はい。あれ、陳さん目が赤い。いや、僕はうさぎ年だから。ねえ、陳さん。え？シャンプーしたいんだけど。だろうと思ってね、風呂沸かしておいた。ミルク風呂。嬉しい。じゃあお先に。おお、今の森下だよね。森下由美、横浜桜ヶ丘高校出身、身長158、乙女座、大型。肝心なスリーサイズは79、54、82。俺は顔見ただけでスリーサイズが分かるんだよ。あの子はな、いろいろかわいそうな事情があってしばらく俺は面倒を見ることにしたんだよ。でもなんで陳さん。文句あるか。ああ、俺まさ風呂入ろうかな。次俺が入るんだ。いや、俺が先に入る。俺ですよ。僕が先だ。待ちなさいよ。お前らはな、年寄りに先を譲る気持ちはねえのか。誰が先に入るか、じゃんけんで決めようぜ。腕相撲で決めようよ。腕相撲で決めますよ。みんなで一緒に入ったら？考えてることは分かってるんだ。若い女の入ったミルク風呂ってのはな、不老長寿の薬と言われてんだ。おー、バージンミルクな。すごい、ユミちゃんの味がする。お前、ミルクを全部飲み干す気か。おい、お前ら尻ぐらい洗ってから入れ。新しいお家ができて、ケンジ。え？大丈夫？うん。あ、木村君もケンジだったわよね。うん。すごい偶然。やっぱり縁があるんだ。
私も牛乳飲もうかな。木村君って彼女とかいるの？え？いないよ。誰か好きになったこととかないの？俺も風呂入ろうかな。誰もいない海、二人の愛を確かめたくて、あなたの腕をくぐる。相変わらず若いね、陳さん。バージンミルク飲んでますから。量がなくなるってどういうことですか？まだ物付けが当たった。先生、俺もこの年じゃ他に住むとこも見つかんねえだろう。この寮と一緒に燃やしてくれよ。今年みんながいい成績を取ってくれれば問題ないんだ。それが一番の問題なんですよ。そうだよ、今さら勉強したって無理だよ。とりあえず勉強するしかないよ。俺今度の定額で親も怒ってもて、もう仕送りなんかあらへんねん。ここ以外のどこでロケット作ればいいんですか？僕らにも居住権ってものがあります。お坊だよ、弱い者いじめだ。冗談じゃないな。どこに住めって言うんですか？あと一歩で空を飛べるんだ。陳さんだってこの先どうするんですか？こういう古い寮がなくなるのってなんか悲しいね。じゃあみんな前期試験頑張ってくれたまえ。はい、頑張ります。先輩頑張ります。やっぱり成績を書き換えるしかないんか。ずっとやりたいと思ってたんだけど怖くてできなかったんだ。さて右田の研究室だ。開けごま。ハッカーにも倫理ってものがあって、情報を盗んだり破壊したりはしない。まあ今回は誰が傷つくわけでもないし、背に腹は変えられぬと。おお、餌にして。亀、亀も。え、あ、トネガ。弓の目にして。あ、リキマル。シグマハウスの諸君、君たちはカスだ。右田。ああ。森下君だっけ？はい、科学科3年、森下由美です。でも私成績悪いし、大学院に住むのは無理かなって。僕の研究室に来れば？本当ですか？じゃあ早速仕事してもらおうかな。これシュレッダーしてくれる？はい。
どうしたの？失礼いたします。何？帝都建設の加藤部長がいらしてますが。ちょっと外してくれる？先生、これはこれは。いつまで待たせるんですか？もう待ってられませんな。ホテルの設計や見積もり、経費ばっかり食うて、うちかて人雇ってますんや。一体いつになったら工事にかかれるんですか、先生。心配ご無用。学生寮とナマズダ研究室は近々空き家になります。すぐに取り壊し作業に入れますよ。あの森下って子怪しいわよ。何ジェラシー感じちゃってるの。まだ子供だよ。子供だなんて思ってないくせに。けだもの。森下、右田の研究室入ったの？偵察。でも右田のやつね、この寮と生津田研究室潰すつもりだよ。ああ許せない、絶対許せない。やっぱりマダムのお告げ通りになるしかないんだよ。ここにホテル建てるんだって。ラッキー、俺ペントハウスがいいや。俺たちが入れるわけないだろう。それだけじゃないの、右田のやつ。あ、そう。いや、だから右田教授は生田先生の分子形成論の一部を盗作しているらしいんです。私見たんです。絶対抗議すべきです。科学の真理は誰のものでもない。見たまえ、これが膨張する宇宙の姿だ。右田教授はこの研究室も潰すつもりです。亀井が重い処分を受けたのも寮生だからです。でもあれは亀井がドジなんだよ。カンニングっていうのはね、捕まらないことが肝心なの。え？カンニングは美学だ。あ？カンニングの歴史は1400年前、中国科挙の時代に遡る。人知を尽くした伝統の技の数々はまさに文化だ。そうです。芸術です。あれは僕が大学2年の時だ。忘れもしない301番教室。数十年に一度という巨大な太陽フレアの出現した年だ。僕はまずフェロシアン化カリウムに指示薬を入れ、化学環孔液を作った。
して反応時間の異なる溶液を何種類か作った。その透明な液体は太陽フレアの真っ赤な光を吸収し、その特殊な紫外線と反応することで自らほのかに青く発光する。そしてさらに一定時間経つと消えてしまう。文字が出る時間と場所を知っているのは僕だけだ。万が一試験官が見つけたとしても犯人は特定できない。だが天気には勝てなかった。今年またあの真っ赤な太陽フレアが出現する。ケンジ君、はい、やってくれるかね。あの、今年はその教室での試験がないんです。また20年待つか。待ちましょう。慣れていると。じゃあ次。ほら、マグロの目玉のスープだ。頭良くなるから飲め。やったー、ちょっと休憩。ああ、もうダメ。やるだけ無駄。ああ、睡眠不足で肌のツヤが落ちてしまった。バージンミルクだ。とりあえず最低限基本だけは勉強しとこう。絶対無駄にはなんないから。そうは言っても限界ってのがあるからな。ダメだ。化学式が亀の甲にしか見えない。リキマル君、よく大学入れたね。ムキムキマンは持久力がないからな。脳みそにも体力ないんじゃないの。そっちこそ、アミノ酸の合成法も知らないくせにロケット開発が聞いて呆れるな。いつ飛ぶんだお前のロケットは。なんだと。お前が知らない筋肉ばっかつきやがって。無駄な筋肉。お前が知らない筋肉ってなんだ。森下、右手の研究室まだ出入りしてんの？うん。無理すんなよ。右手のやつね、私を食事に誘ったりして結構やらしいんだ。もう行かないがいいよ、危ないよ。し、危ないよ。へっちゃらだよ。ダメだよ、行かないでくれよ。でも右田のやつどんなこと仕掛けてくるかわからないから。あいつの思い通りにはさせないよ。いよいよ来週から前期試験だが、問題は難しいから覚悟しておくように。中間試験では身の程知らずにもカンニングをした者がいたが、結果は諸君も知っての通りだ。私はカンニングは絶対に許さん。いかなる不正も言い逃れも私には全く通用しないということを肝に銘じておきたまえ。私は容赦しないからそのつもりで。右田先生。なんだ。先生は寮の廃止を唱えてらっしゃるそうですね。そうだ。成績の悪い不良学生どもを飼っておく余裕は大学にはない。ホテルを建てることがそんなに重要ですか？経済的基盤を固め、それを大学の運営に生かす。つまり全ては学問のためだ。成績が悪いと言われましたけど、前期試験で僕らが良い成績を取れば問題ないわけですね。ああ、約束ですよ。くどい。それと亀井の復学を許可してください。亀井の復学と試験とどういう関係があるんだ？処分を受けてだいぶ経ちます。まだほんの数週間だ。いいだろう。
学させてやる。ただし君たちが全科目で A の成績を取れたらな。オール A を取れない者が一人でもいたら亀井の復学はなし、寮も廃止だ。わかりました。全科目で A を取ってみせます。はいよ。こうやってさ、みんなと一緒にご飯食べれんの、いつまでかな。そんな弱気なこと言っちゃいけねえよなあ。こっちまで涙が出てきちゃうじゃないか。カンニングで行こう。カンニングで行くぞ。あったよ、これだ。こんなことしてる暇ないんじゃない。頼む、ちょっとだけ付き合って。森下インカ店と爆発玄関のエキスパートだって聞いたんだ。エキスパートっていうか、ごめん。この爆発力だよ。ついにアトム3にふさわしい燃料ができたぞ。お願いします。これ審査に背負ってもらってカンニングの手伝いを。ああ絶対安全ですから。よし、早速実験してみっか。タンタンガランタ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 ラガランタンガランタンタンタン。いいか、まずは開発者が手本見してくんなきゃな。よし、オイル満タン。オッケー。まずこのスイッチを入れます。あとはこのレバーをゆっくり。死んだな。行くぞ。それでもなったぞ発明を、アインシュタイン劣等生、それでも取れたぞノーベル賞。頑張ってこいよ、頑張れ。大丈夫かね。はい。
開始。下付き11イコールエッジ下付き22イコールアルファコンマエッジ下付き12イコールベータコンマ S 下付き12イコール 0.25 とする。開業二元二次方程式1行目アルファ落としちゃったんです。待て、拾ってやる。
ましたか？あれ、どこ行ったかな。学生たちの各科目の試験結果です。構造解析全員 A、 分析科学全員 A、 個体科学やはり奴はカンニングをしている。今日は出るってお告げがあったのにな。これは CPU っていうコンピューターの脳にあたる中心部品。古い型だから32ビットのクロック周波数が 66MHz しかないんだけど、これを他のやつからもいただいて ODP を。 ODP っていうのはオーバードライブプロセッサーのことね。よくご存知ですね。あなたのこと知りたいわ。友達のこととかもね。
君が復学できるかどうかの鍵を握っているのは私だ。資源は大切に。前期試験だが、君の仲間たちが実力でいい成績が取れるわけがない。何か企んでるだろう。いや、私に協力して復学するかしないか、君の気持ち次第だ。よーく考えたまえ。水谷さん、あなたにお話ししたいことがあります。何かしら。あなた、右田先生に利用されてます。あなたには関係ないことでしょ。いえ、関係あるんです。森下君。はい。悪いね、試験中に手伝ってもらって。これシュレッダーしといてくれる？はい。残らずシュレッダーしてね。はい。こっちこっち。心。これで完璧ですね。答え、もう覚えた？うん、大体。覚えるの手伝ってくれない？すごい量なんだもん。いいよ。
綺麗。宇宙にいるみたい。告白しちゃおうかな。実を言うと、私入試もカンニングで通ったの。え？だってカンニングでもしなきゃ入れないんだもん。驚いた？軽蔑する？まさか。よかった。森下。何？いつまでこの寮にいるの？ひどい。いや、木村君って本当にひどい人ね。私理学部になんか行く気なかったんだよ。短大行って幼稚園の先生になるのが夢だったんだもん。理科や数学なんて大嫌い。ルートやパイとか見てるだけで頭クラクラしちゃうんだから。でも頑張って同じ大学入って、それってすっごい使用時のつもりだったけど、木村君全然。でも木村君のこと好きだから。いや違うんだよ。そのでももう嫌い、大嫌い。ずっとこの寮にいてくれたらいいなって。何か今日の食事とても美味しいですね。スープが抜群。おそらくレシチン、ムチン、カロチンとが含まれてますね。含まれてるね。おばちゃんどうしたの？今日とっても美味しいよ。嬉しいこと言ってくれんじゃねえか。許せよ。試験を始める前に机に不届きな仕掛けをしている者がいないとも限らん。これから指定する通り席を代わってもらう。さて、問題だが、これだ。騙された。試験時間60分。いかなる理由があろうとも途中退席は許さん。始め。シャーペン落としちゃったんです。これを使いなさい。
それ僕のイグアナです。試験規則にペット持ち込み禁止を付け加えなくちゃならんな。バカがいるから。よそ見するな。カーテンを閉めろ。文字が隠されてる可能性がある。開けろ。トイレいいですか？僕も。変なもんでも食ったのか。我慢しろ。少しくらいが試験に支障はない。気にせず続けるように。変電室を見てこい。はい。右だ。お前の息の根を止める時が来た。
許せよ。完璧です。久しぶりに興奮を味わったよ。シグマハウス寮生以外は答案を出して退席してよろしい。出たまえ。嫌です。森下、出ててくれ。お前たち、裸になれ。そんなはずはない。お尻の方も調べます。僕らがオール A を取れば寮は廃止にしない約束でしたね。なんだそれは。
亀井の復学の件も確かに約束したじゃないですか。茶化し、仮にも本学の教員がそんな馬鹿げた約束をするか。私はこれからも引き続き寮の廃止を主張していくつもりだ。そんな、待ちたまえ三田君。君と理事長は密かに計画をしていたホテル建設の件で帝都建設からディベートをもらっていたでしょう。知らん、私は何も知らん。証拠はあるんですか。あります。帝都建設とのディベートに関する会話は全部ここに録音してあります。お前、それだけじゃありません。右田教授は生座教授の分子形成論の一部を盗んで巧妙に組み立て直し論文発表しようとしていたんです。私が証言します。事実無根の言いがかりだ。小峰、お前は自分の立場もわきまえず、よくも抜け抜けと私に濡れ衣を。私の全ては大学のため、学問のため。この件に関し懲罰委員会を設置し、君と理事長の言い分はそこで聞きます。終わりだ。学長、ん？学生寮。今のままでよろしい。いや、やだ！溶けてるな、完璧だ。よくできてるな。あれ？カンニングだ。Speaks to us of the evil in man's will, of the reasons for Exodus and the rights of the traveler. Arcadia is our destiny and our right.
話って何？落第しちゃったね。私大学辞めるの。幼稚園の先生の資格取るんだ。本気？あのさ、うん？本当はずっと見てたんだ、森下のこと。本当？高校の時から好きだったんだ。